こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットはお送りします。開幕まであと2週ですね。どうしよう。しちゃいましょう。開幕試合まで。テンポアップしていきたいんで、1回あたりの収録時間は長くなります。まあ、練習試合1試合だけやって、オサイドか。練習試合1試合やったけやって、1周休み挟んで、で、それで戦ってもいいかもね。あっと、ファール。やれてしまった。時間が残ります。出ましたね。これコーナーキックになるんじゃないの？もう一回コーナーキック。あー、ダメか。節子。あっと、敵に渡ってしまった。試合終了です。広告は出ても無視します。
放射強化を測っていきます。で大事なのは中盤、広告なかったな。で、一周貿易で、コーチシマントスですね。どんなチームなのか。で、強いよ、コーチシマントス。上位はね、特にキーパー、久富は強い。守備勢が強いのに、やりづらいチームです。あと、ハートが高い。土佐の黒潮に、追われてるからか、梅通貨が上がってきた日にですね、ここはしっかり取っておきたい。給料も年俸も上がっていくし、そんなに言うほど時間はありません。いつものメンバーで始めていきましょう。こっち島と勝率も結構高いですね。早くも出し行き成功。先取点。3分で。とんでもない流れ。これは意外ですね。いや、オフサイドじゃないんだ。早くからくるみ。幸先のいい先取点を取りました。で、ナイスですね、アーコ。開幕戦しっかり勝利をつかみたいところ。去年は開幕戦敗北から始まっているはず。だからスタートダッシュでつまずきましたね。今年はそういうことがないようにしておきたいところです。いいよいいよ。ここは守備は硬かった。まあ取ればチャンスだったんですけどね。お、ちょっと足を滑らしたね。あとこれはちょっと良くないが、すぐカバーです。これはクルミに渡った。クルミ越えた。キーパー。ファインセーブ。これもすごいな、久富。一流キーパーですね、久富は。二度も攻撃を止めました。これはちょっと危険。あーっと、同点に打ち返ってしまった。敵地にいて、相手シュートを許してしまいます。ロペス、
チャンス緑。あーっと、キーパーが鉄壁です、久富が。最初の3分っていうのは、ができたってことでしょ、ディフェンダー陣に。前半終了です。ハートの強さって本当に大事だな。クラリスがここに来て成長している。変えてみよう。パス決まったが、これは自身で追っかけてきて、さよ、残念、なりません。これどんどん選手交代して立て直していきます。もちろん対象は中盤です。ファール。うまく決まってしまう。いや、本当にゴールの吸引力がえぐいですね、コーチシマントス。何これ、森水です。森水は強いですよ。予選一方ですね。これはうまい。ナーコ。いいぞ、同点です。すぐ同点に追いつきました。あやかからナーコ。そのナーコセンタリングでクルビが2点目を叩き出しました。ハットトリックまであと1点。お、緑だ、足がナイス、緑シュート決めますが、これはちょっと遠い。遠いし、久富がやっぱり硬い。相手フォローすごいんですね。気をつけなければな。早川もあまり足が落ちてるな。節子は元気です。お、緑入った勝ち越し。シーソーゲームを、シーソーゲームで再びクラーカリバーズがリードを奪いました。さあ、あと5分守れるか。緑ナイス。足が落ちてますからね。ここで試合終了です。クラーカリバーズ開幕戦を勝利で飾りました。前半4分、いきなりですね。あやかからこのヘディングが炸裂します。一瞬の隙を突く攻撃でした。前半36分、ここですね。かいくぐってロペスに決められてしまいます。
で、もったいないな、この際は。で、後半15分です。このセンタリング。最後は八重水がしっかり決めます。坂本のセンタリングが2度回って八重水がオレを叩き出します。ただ、後半すぐ同点に追いつきます。くるみ。7個から7個上げてセンタリングでヘディングに叩きつけます。緑も疲れがもう見えている。なんとかそのパスで通さなければなりません。この通し方がうまくて、これが決勝点となりました。で、そうですね。緑も変化をつけてますからね。ただ前じゃなくて、前と思ったら右ですからね。ボール支配率圧倒されてますね。シュートは枠内含めてこちらの方が多い。ということで、先生第一戦を勝利で飾りました。さあ次は筑波田釜ですね。筑波田釜引き分けやしたんですね。岩瀬大阪はもう負け、岩瀬大阪は負けてるのか。ウルダード欧州も浅い、浅い。スクベダガマンが2位ですからね。ということで、ミオと、いよいよ ついに16年目が開幕いたしまして、ミオとに勝利を奪いました。ここですね、今までは公式戦1試合で終わっていたんですが、公式戦2試合とか練習試合1試合、公式戦1試合とか、やっていって、進みを早くしたいと思いますので、ぜひ新しい、スタイルでも見てください。よろしくお願いします。そしてよろしければチャンネル登録、高評価、グッドボタン、ブログ、ツイッター、プレイリストをご覧ください。ツイッターのフォローもお願いします。カルチャービットは、お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。